白ロンティーにめちゃくちゃ黒いのついてますやん。つけた。わ、袖も。何それ。だから、よくあんねん。醤油とか。ソースとか。そう。皆さん、こんにちは。コハタイチャンネルのパパです。ママもいます。今日は、バルスさん。服汚くで。え、そう。あ、本当だ。白ロンティーにめちゃくちゃ黒いのついてますやん。わ、袖も。何それ。習字やから習字か。そうか、小学生習字あるんか。なぜ白ロンティーを着ていった。いや、その日ないと思ってたから。小学生のお子さんをお持ちの皆様、こんなことよくありませんか。ありますよね。ね、学校では習字の授業があるにもかかわらず、うっかり白 T ないしはお気に入りの服着ていっちゃった。そんな日に限ってしっかりこぼすありませんか。はい、っていう話がうちにもあったんですけども、ママがママ友、うん、お友達とそういう話をしてたら、こんなおすすめあるよって教えてくれたものがあると。それをぜひ紹介したいということで、はい、それは何ですか。タラーン、洗濯で落ちる僕なんて読むんだろう牧汁や。要するに、はい、こぼしちゃった牧汁をがっつり落とせる洗剤を紹介してくれるんかと思ったけど、ババ牧汁の方やった。そう、これすごくない？洗濯で落ちんねんて。いや、もうこれ最初からなんでこれじゃないねんみたいな学校でおすすめしてくれたよね、これ。そう、どっちにしますかと言ってほしい。これ練習用って書いてる。なるほど。だから多分書道のパパも書道昔してたんやけど、コンクールみたいなのあるやん、うん、そういうとこにこう提出するときは良くないかな。良くないと思う。練習用だから、これは、うん、あくまで墨汁的な黒い液体なんやと思う、ね、っていうのを教えてもらいました、お友達から、うん、ママはすごいテンションでパパに言ってきました。そう、速攻買いに来たもしかして手とかも取れやすいんかな。実際落ちるのこれ分からへん。もう絶対やってみたい。でもやっぱりつかないのが一番やと思うし、黒いの着ていくのはそら一番やと思うけど、まあね、やっぱりうっかりあるから。じゃあ次の習字の時間からもう持っていきなさいよ。はい、持っていく。うん、でちょっと教えて。もう今ちょっとここで試すのはあれなんだけど、ぜひ持っていってください。だからこの洗濯で落ちるタイプと落ちないのと2種類持っていってたらいいかなと思って、うん、どうしてもそのなんかちゃんとしたので書かなあかん時があるんだったら、忘れた、あれ、うん、2個とも持っていっておいたら、ないかなさそうやけどないね習字習ってる人しかない。そうやね、ないね。習字教室やったらあれやけど。じゃあいい、学校じゃないやろ、うん、これでなんかもう1個あるらしいけど。あとこれを探しに行った時に見つけたのが、うん、これ墨落としっていうのがあって、うん、これは普通のやつ、普通の墨汁とかついた時にこすったら落ちやすいよっていう。これさ、なんかさ、ケチャップとかなんかカレーとかもなんか落ちるね。ほんまに？そう、すごい。墨、クレヨン、口紅、ファンデーション、食品の汚れとか。だからよくあんねん、醤油とかソースとか。そう、それそれをこすったら落ちるかもしれんって。うん、もう小学生のいる家にはもう活躍やと思う。初めて買ってみた。うん、墨落としっていう名前やけど、うん、墨以外にもいろいろ使えますよっていうやつですか。そう、絵の具とか給食のこぼれとかに。でいくらぐらいですか。え、安かったと思うよ。300円とか400円とかじゃなかったかな。洗濯で落ちる墨汁は、墨汁も安かったよ。普通の墨汁より洗濯で落ちるからちょっと高めですとか、そんなんじゃなくて、うん、普通ぐらい。普通。皆さんどうですか。うちはこの、まあ、特にその洗濯で落ちる墨汁の方、うん、存在は知らなかったから。そう、びっくり。ちょっと革命的やったんやけど、うん、ある学校で持ってる子いたから知ってた。教えて。あ、そう教えて。みんな知ってた？知らなかったらちょっとぜひ試してみてもいいんじゃない。あ、これ案件じゃないですよ皆さん、うん、3年生から始まるね、習字が。太一の前で知れてよかった。
タイチもうタイチの前に知れてよかったな。あとバシャーンって行くかもしれんから、もう絶対うちに入れるのよ。タイチはもうシミが気にならんぐらい染まってくるんちゃう。もうこれの場合かも。あれやね、小春のさ、今のズボン、それでいったらいけるんちゃう。ほら、これやったらいけるかも。え、これタイチにさ、シューズの時あげてさ、それやったらパーンってなってもバレへんな。バレへん、どこだったみたいな。そう、こういうズボンを履くか。なんでシューズの授業受けんのに、なんかこの自分のファッション変えないかん。たまたま小春が好きでそれ履いてるけど、好きじゃない子がなんでわざわざこれ履かないか。はい、ということで今日はママがお友達から教えてもらった洗濯で落ちる墨汁と、ついでに見つけた墨落とし紹介していました。はい、先ほども言いましたが、うちはこの存在を知らなかったのですごく驚きました。知らなかった皆さんはぜひチェックしてみてください。はい、あと他にもなんていうの、言うたらライフハックみたいなもんやん。こう生活においてこう便利なアイテムとか知恵とか、もし皆さんもそういう知恵持ってたらコメントで教えてください。はい、特に小学生のお子さんがいる皆様、ぜひ我々に知恵を貸してください。教えてください。お願いします。はい、障子もプラスチックにしたら破れなくなったもんね。障子な、障子和室の障子な。そう、やっぱりそういうのもね、知ってたらぜひお願いします、はい、大丈夫ですか。というわけで、この動画だったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。また見てね。バターチャンネルでした。バイ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 。来週から持ってきた早速だよ。うるさいな。